3S 社長ちゃんでキビナゴを買いました。これでちょっとね、あの根魚狙ってみたいと思います。あのイカが釣れなかった時の保険ね、うん、買っとかないとね。そうそうそう、でもイカがいいな、うん、イカも根魚も釣れなかったら、うん、キビナゴ食べよう最終的に食べちゃう自分たちで軽くなってきたね、うん、大塩か大塩前の中塩とかそんな感じかな。今日はさ、ちょっとのんびり行こうか。うん、いつものんびりだよ。でもいつものんびりなんだけど、ここら辺キャンプできるんでね。ここら辺、ここら辺キャンプして、で、夜にあそこに釣りに行くんだよ。そうなんだ。最初のポイントにしました。とりあえずね、あのエギの3号で投げてみようと思います。タックルはいつものワインド用のタックル、エギング用ではないんだけど、エギング用ね、もうちょっと長いの。そうなの、うん、けど俺短いの好きだから、うん、短いので立ち用用の竿でやってみた。今の時期のイカってね、浅いところを好むから、うん、こういうね、漁港の中で釣れるか。あ、でも寒いわ、うん、よかった。俺らからして第一投で他の人がやってる可能性もあるから、うん、てないね。でかいフグがいる。フグ、フグほら、うわ、ほんとだ、めっちゃでかいじゃん。フグ、で今の時期のイカね、こういうね、ケーセンロープとかにね、いたりする。うん、でも誰か釣ってこれ、新しいの今朝のじゃない。これも比較的新しい。釣られちゃったかな、もう。すごいね、来てる。お、来た、お、来てる。お、釣れた。いやでも個数にはちょうどいいんだな。そう、うん、今の進行サイズだよね。ちょっと小さすぎない？ちっちゃいよね。逃がしてあげる。うん、逃がそう。違う、これが大きかったらさ、うん、ちょっとちっちゃすぎるね、うん、バイバイ、さよなら。次の場所へ移動します。はい、残念、せめてね、もったいない。あのサイズを連れて帰ったところでね。そうそうそう、かわいそう、うん、大きくなって帰ってこいって。で、また他の人に釣られる、うん、いや、俺らの車で待っとけいつになるかわかんないのに、うん。手を差し伸べてくれなかった。どこ？あそこ。全然わかんないけど。あそこ言うてますけど。あそこ。矢先からそれしか言ってないじゃん。今また次の場所へやってきました。人がいるか、あっちに行こうか。うん、あっち行こう。いや、やっぱりいるよ、ちょこちょこいる。タップタップやんけ、めっちゃ多い。すげえ、大荒れ。どうしましょう。あ、向こうにもいるじゃん。でもこんだけ荒れてれば平静に行きそうだな。
これでもなんでこんな波があるんだろう、謎が。うねりがあるもんね。走り行く？帰り？まあ、帰る方？途中帰ってまた奥の方に行く、あの有料道路の先に。展望台の途中。はいはいはい、なんならもう展望台行って帰ってます。うん、あ、そうしました。走りに行く。しょうがないね。こんだけ多かったら無理だもんね。はい、もう水上しよう。はい。今来たばっかりだけど。さっきは手を貸してくれなかったけど、ここでは貸してくれるかな。よいしょ、貸してくれた。やった、いいかな、いいかな。どれ、嘘だ。うん、すぐたさん、いかにも見えるけどね。あんなんしてていいかっていうのが結構あるからね。あのトッピーどこ見て迷ってんじゃん。そりゃひどいな。うろうろしてるぞ。いかいかいか、寄ってきてる、寄ってきてる。逃げてる、え、逃げてんのこれ。ああ、ちょっとちょっと早い早い、ほんと早いね。いい具合だよ、いい具合だよ。でも荒株のさ、あの捕食シーンとかあるわけ、 YouTube でさ、うんうん、で見てたらね、うん、あの夜中だよ、うん、ライトをつけてさ、うん、餌をつけて、で餌の下に重りがあるわけよ、うん、でそこをさ、その重りでコン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 って叩くわけよ、うん、たらね、アラカブにね寄ってくるの、遠くから。へえ、そうなの、うん、音に寄ってくるの。多分音に寄ってくる。あ、そうなんだ。好奇心がめちゃくちゃ多分旺盛なんじゃないかな。食欲もすごいんだけどさ、うん、あんたみたいだ、ね、食欲もすごくて好奇心旺盛で。俺の名前アラカブになればだからよ、かなかも超好奇心旺盛だもんね。はじめまして、アラカブです。だって好奇心旺盛な人とさ、全く好奇心のない人が一緒になってるからさ、ちょうどいいよ。大変。さっさっさっさ降りてみましょうか。行きましょう、行きましょう、あ、行きましょう。ガジュマル、わ、ほら見て、すごい綺麗。ここはさね、えすごい綺麗だ。あ、あそこ展望台じゃなかった、灯台。すごい、あ、あそこ行く。ああ、あそこが展望台だね。絶景じゃんか。ねえ、行くのあっちまで。いや、なってるけど。なんかダリーって顔してる。指ささないでくれる。いいね。うわ、あそこにも釣り人いる。ここ？ほら、あそこのちょうどカニマンとこ2人。本当だ。ずっと歩いてきたのかな、下から。まさか。え、なんで？背渡しでしょう。ああ、そうなんだ。うん、あの人。うん、あの人。あの人かわからないけど。朝4時半ごろ来て、うん、6時ごろね、うん、あのこっちに到着しました。はい。結構あの遠出して頑張ったんだけど、そう、まあ、結果的にはね、釣果に恵まれず。うん、まあ、こんなちっちゃいのは釣れたんだけど、さすがにね、それはちょっと持って帰れないということで。うん、もうちょっと大きくなってから帰ってきてねっていうことで、あのもうちょっと大きいのを狙ったんだけど、うん、まあね、あのなかなかライバルも多くて、なんか思ったより結構荒れててね、うん、ちょっと釣りにならなかったです。はい、最後ね、いい具合のイカがいたんだけどね、うん、足の裏サイズぐらいの
結構でかいのいたんだけど、目の前にエギを投げてもね、うん、色一つ変えず素通りしていった、うん、そうそう、セレブ通りしていったよね、そう、うん、みたいな、そうそうそう、うん、そう耳気もせず、そう、どうせ偽物だろうお前みたいな、うん、慣れてたよね、うん、お腹空いてなかったところなのかさ、だからもう、うん、ご飯の時間じゃなかったんだよ、うん、きっと。ということで、まあ結果的にはね、なんていうのかな、魚釣りに来たっていうよりは、うん、自然を見に来たような感じになってしまったんですけど、うん、まあ、僕たち的には結構楽しかったです。はい、はい、ということで今回の動画が良かったらいいねと、あとチャンネル登録の方よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。バイバイ、バイバイ。